どうも、横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日はですね、このツケに打った時ね、まあツケの微定石を打とうということで、多分ねツケる人はほとんどなんですけども、ツケた時に、まあ、跳ねてね、こうくればツケの微定石ですよね。うん、これ最近特に流行り、また流行り直しているというかね、まあアマチュアの間ではねずっと流行ってるんですけど、それこそ今プロの先生でもね、AI の影響もあってかなりまた打たれる、回数が増えてきたと言われる定石ですね。でこう来た時に、まあ、こちらに打つ手がね、非常におすすめで、うん、結構これでね、白としては入りにくい字ができるんですね。昔はこれね、こう一間に打ってたんですけども、一間だとちょっとやっぱね、打ち込みの具合がかなり嫌なので、うん、二間で打って、まあ、字にしていこうということで、これで黒もね、十分打てる形なんですけども、まあ、こうなるとね、簡明ですし、さらに有力ということで、非常にね、おすすめの付けの微定石になります。ですが、ここでね、まあ、上手としてはですね、やはり相手の注文通りに行くのはなんか嫌だなと。いうことで、こんな風に割り込んでくることもね、かなりあるんですよ。はい、これ私ももちろんね、何回も使うことあるんですけど、で、この割り込みを打たれた時に、正しく対応ができるかどうか、これやはりね、非常に大事なところになってきますから、ぜひとも今回ね、この形一緒に見ていきたいと思います。はい、で、ここでまず、黒の押しは2つですね、切るのか、当てるのかっていうことなんですね。で、まあ、切るのもかなり有力なんですが、これはね、主張関係が関係してきます。逃げて、繋いだ時のこの主張です。この主張がですね、まあ、黒が良ければ、これも十分に使えます。はい。まあ、もちろんこれ逃げといてね、白かなり苦しい形ですからね。はい、こっち逃げればこうね打たれて、まあこっちがつけばもちろんこっち主張で取られちゃいますからね。はい。なので、主張が黒が良ければこれで何ら問題ないんですけど、ただですよ、これね白がやっぱ割り込んでくるっていうことは、主張の対策ができていることがほとんどです。実は。はい。なので、こっちから当てて、まあ、この主張は白がいいとか、あるいは主張あたりがすごくいいのが待ってるよとかね。そんな時に白もやってくることが結構ね、多いですから、そういう意味ではちょっと注意が必要な手ですね。しっかり主張を読んでから打つ必要あります。で、まあ、白がこんな風に逃げてくればですね、まあ、こっちの手ですと黒としては、まあ、いくつかね、パターンあるんですけども、まあ、一番王道はこちらですね。うん、こんな風に打って、こんな風に打っといても、これで黒がね、十分戦えるという展開ですね。真ん中に逃げることによって、白両方弱いですからね。まあ、黒は3連星ということもあってね、非常にこう、援軍もいますし、戦いやすい形になります。はい。まあ、これはね、なので、一番はこうやって手で打ちたい。あとはまあこちらがちょっとね、白強かったりとか戦い自信ないよっていう方は、例えばこう打ってでもですね、さっきの図よりもだいぶいいんですね。はい。っていうのも、まあ、これで下駄で取られてしまうんですけど、やっぱね、主張でポンと取られる、下駄で取られるっていうのはですね、まあ例えばこの後つけておきましてですね、まあ、こんな風に来ましても当たりを打って、こんな風に打ってですね、下駄を取ろうと思うとね、こういう風に白からね、あ、黒からごめんなさい、いろいろ効かす手があるんですよね、こうやって。そう、なんで、これで例えば黒がね、こっち側とか、まあ、この打つ場所はちょっといろいろあってね、その後によると思うんですけど、打っといても、はい、あ、まあ、白1個取ったんだけど、ちょっとこう、石をいっぱい使って1個取ったんで、うん、字がそんなにないんですよね。で、もちろんここ当ててきたってね、これは絶対継がないでくださいね。これ継いじゃうと一気にね、有利なものが、またはよくわかんなくなっちゃいますから、はい。これはもう全然黒は生きてますし、うん、これ取られたってね、白これガチガチのとこからですから、はい、全然嫌じゃないんで、まあ、せめて打つとしたらこっちですね。はい。まあ、実際手抜いてどっか行くか、まあ、こんな風に取るかっていうようなね、ところだとは思う、あ、こっちにね、受けるかっていうところだと思うんですが、まあ、序盤ソースだったら手抜いてどっか行っちゃってもいいですね。はい。ということで、まあ、こうやってね、穏やかにこう、ちょっとですね、かわすような打ち方も、非常に黒としては有力だと思います。はい。ということで、まあ、こちら切る手はね、主張が、黒が良ければ打っても OK と。ただし、かなり注意が必要ですよ、ということになります。はい。なので、こちらのね、当たりがかなり実戦では打つ回数多いのかなと思います。はい。こちらが、まあ、より大事な進行と思っていただいて大丈夫です。で、この時に、黙って継ぐ手がね、まあ、この3連星ね、非常にやっぱ、沖碁でも高橋戦でも非常に出てきますけども、非常におすすめの、わかりやすく、かつまたね、有力な一手ということになります。はい。ここで押さえるのももちろんあります。押さえも悪くないです。はい。これむしろね、最強の一手と言ってもいいと思います。はい。ただ、ま、切られてね、なんだかんだ結構難しくはなるんですよ。うん、こうやって、はい。で、ここにまた、這うか、ま、継ぐかっていうところなんですけど、まあ、這ってから継ぎましょうか。で、例えば、飛びぐらい打たれまして、そうですね。で、ここ飛んで、で、曲げて、次、切りがありますからね。切りがあるんで、まあ、黒は下がりぐらいで、この切りを防ぐ必要がありますね。例えば、ここでなんか、こんな風にね、打ってしまうと切られて、ちょっと困りますね。当てても逃げられて、ここの2目取られちゃいます。はい。
まあ、こんな風に言ってもね、当然当たりで、先に当たりされちゃいますね。ですから、こちらから当ててもですね、当てて、やはり、ここが、二つがね、種石ですよね。これが、逃げても追いかけられまして、逃げても追いかけられて、やはりちょっと逃げ場がないですよね。はい。ということで、ここで少し困りましたね。なので、ここで黒は一手打つ必要があります。今度はですね、切ってきても当たりの、当たりの、当たりの、はい。これはまあ、どっち当ててもいいんですけどね。はい。これで、問題なく取れますよね。はい。ということで、これは、切りを守りつつ、隅の地を広げたという手ですね。ただ、ここ逃げられて、はい。まあ、これで全然一局なんですけど、ただ、かなり難しいですよね。この後の戦略もかなり難しいですし、まあ、やっぱりね、戦いは白がやはりね、自信あるというところもあって、黒としては戦いたくないよって人なんかも結構多いと思うんですよね。もちろん、有利な戦いは避けすぎても良くないです。はい。これ、まあ、私の基準なんですけど、私も戦い基本的にあまり好きじゃないタイプなんで、なんとかかわそうとは思うんですけど、ただね、いつまでもこう戦いたくないっていう、もう決めすぎちゃってると、やっぱりね、やられてしまうので、6割方自分がいけるなって思った戦いは、まあ戦いが嫌いでも、やっぱりね、そこは挑戦していくというふうにした方がいいかなと思います。五分五分だったらね、避ける道を選んでももちろんいいと思うんですけど、6割、まあ自信なくても7割方いけるなと思ったら、そうやってもね、しっかり戦わなきゃいけません。ですけど、これはまあね、そうやっても難しい戦いになりますんで、最強の図なんで戦い好きだよって人はぜひこの図を選んでみてください。で、戦い怖いよっていう人もね、ご安心ください。ここではですね、こちらに次ぐ手がおすすめで、で、まあこんな風に来ますね。こいつが安心ですよね。で、こう来た時にちょっと手筋があります。ここで手筋の一手があるんですが、はい、ここで跳ねますね。はい、こちらに跳ねる手が非常に、手筋の一手となります。はい。で、これってね、二段馬にしても取られるだけじゃないかって思うんですけどね。まあ、実際取られるんですよ。はい。逃げたところでね、ダメですからね。ですけども、そこでもう一度ここに跳ねまして、はい。ここでちょっと様子見ます。はい。これで次に要はね、切ったり、切ってこうね、取ろうとしてるわけですよ。はい。もちろん白跳ねたら、これは潰れですね。こう来まして。はい。これ逃げてもね、ドーンと取られちゃいますね。はい。なので、これでちょっと困りましたね。はい。なので、ここで、どうですかね、白もこう打つか、まあ、抜くかっていうところですけど、まあ、このように来ればですね、ここ継ぎまして、はい、これも非常に分かりやすいですね。まあ、隅は取られてしまうんですけど、ただ、模様でしっかりとね、打つことできますんで、まあ、非常に分かりやすい展開になるのかなと思います。まあ、特に置き碁なんかですとね、他の星ともマッチして、かなり模様ができやすいですからね。はい。で、まあ、こちらを取ってくればですね、跳ねまして、はい。で、またこれも、まあ、ここじゃなくて白もね、こう打った方がちょっといいですね。はい。これ結構当てられると、継ぐのが嫌だからっていうことで、こう継ぐ方もいるんですけどね。これは、ただ継がれた時に、この1目取る手も残らないんで、基本的には白をこう打った方がいいですね。こういった形。はい。結構これもね、勘違いしやすい形ですね。はい。でも分かります、気持ちは。当てられた時団子になるんで、普通は嫌なんですけどね。2戦のこの時だけは抑えて切りを残した方がいいことが多いです。でもまあ、黒としてはもちろんこの場合ね、繋いでおいて、少しね、ここから入ってくる余地はあるんですけど、ただ十分にね、また左辺側も厚くなりましたし、これで、まあ、隅ね、いくつか地できましたけども、十分黒としても打てるよ、ということですね。はい。ということで、このね、割り込みは、もちろん決してね、ものすごい無理っていう手じゃないので、黒が一方的に、ものすごい良くなるよっていうわけではないんですけど、まあ、今みたいな対策を持っておくことで、よりね、この、付け伸び定石使う人なんかは特に知っておいてほしい、展開かなと思います。はい。これで安心してね、付け伸び定石打てると思いますから、はい。ただ白がこう来る。これ意外と多いですからね。で、こう来て、こう来て、まあ、今ご紹介したのは最強のパターンと王道、王道じゃないですね。まあ、感銘パターンって感じですかね。はい。で、こちら来た時に二段バネだよということですね。まあ、他の方の変化もですね、もちろん、それぞれの棋風で使い分けたらいいですね。もちろん、プロの先生とかだと、最強最強でね、来るのがもう当たり前で、まあ、だから、こう、どうしてもね、こう、難しいなって感じる戦いも多いと思うんですけど、はい。まあ、アマチュアにとってしたら、やっぱね、それぞれの長所とか短所ってもう、人によってほんと違うと思うんですよ。戦いがすごい好きだよっていう人もね、本当にいますし、できればと、こう、あんま戦わずに勝ちたい。寄せが得意だから、まあ、最後の寄せ勝負にしたいとかね、穏やかに打ちたいとか、いろんなね、まあ、棋風のしていますから、それぞれ合わせてね、戦略立てたらいいと思います。何
にもこの1パターンしかないよってことは5はねほとんどの場合でないですから、いろんな戦略がね、それこそ今ね部分的に話しててもいろいろあるわけですから、これ全局的な話ってなるともう本当にねいろんな戦略が考えられます。はい、まあそれが5の楽しいとこでもあるんですけどね、自由なんですよ。自由にいろんな自分なりの戦略を決めていくと、もうこれしかないよみたいな時ほんと少ないですからね。この一手みたいなね、僕もこの一手だよここはって言いたいんですけどね、なかなか言い切れないところがね、まあ5の非常に難しいとこでもあり面白いとこですよね。はい、なのでまあ今みたいなねこう模様で戦う、これ特にね置き碁なんかだとすごい有力なんで、ぜひ試してほしいんですね。はい、置き碁でやっぱ勝ちたい人いるよっていう人なんかにはね、これ特に有力なので分かりやすいし、すごくね星との相性がいいです。はい、ということで、まあ、今回はね割り込まれた時の対応をねいくつかちょっとご紹介させていただきました。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日ですねいろいろ実践に役立つテクニックご紹介しておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録下のね画面下の赤いチャンネル登録っていう赤いボタンを押してもらえればできます。はい、あとはですね終わりのこの私のキャラクターのねボタン、顔のなんか絵みたいなやつね、似顔絵みたいな、それを押してもらえればできますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。